皆さんこんにちは、しおとめはじめです。クレミだぞ。今回はなんとびっくり、結構疑われていたカバカバサガリスの可能性について皆さんに紹介していきましょう。でもあれって結構技術的に難しかったじゃないの。あれって結構やばいって言われたよな。確かに結構カバカバ戦はネットではできんのかっていう風に疑いましたね。ですがなんと実現する可能性がこの度一気に高まる事案があったですよ。マジかよ。今回はそんな驚きのカバカバ戦について紹介していきます。今日ははじめちゃんがね、面白さを発表するって言ったから私も言うぞ。そういえばはじめちゃん、カバカバ戦って東急多摩川線と京急の羽田空港方面の路線をつなぎやつやね。確かにそうですね。一応クレミが言う通りそんな感じの計画です。確か計画ではトンネルを掘って矢口の渡し駅、てかこの矢口の渡し駅って結構初見じゃ読みにくいよね。クレミも最初見た時なんて読むのっていうふうに思ったぞ。確かにこの読み方は難しいですね。まあそれは置いといて、この矢口の渡し駅から京急蒲田方面にかけて確かトンネルを掘って地下で従来の蒲田駅に駅を作り、そして京急蒲田駅も作って、そっから先まで京急線の方まで進んでいって、どうやら線路をつなげていくらしいんだよね。クレミの言ったより今回の計画は基本的に地下で作ります。まあそもそも東京都はですからね、なかなか地上スペースは作れません。残念ながらトンネルを掘るしか現状はない感じです。ただ一応トンネル本線は基本的に複線とも地下に入る感じで、その一方で今現在多摩川線の運用状況を見るとね、まあ、やっぱり池上線と直通も必要だから、結果的には蒲田方面への従来の東大式方面のルートもできるらしいぞ。クレミが言うとそこもできますね。というのも実際東急多摩川線は今現在基本的には多摩川線内で運用を割り返す感じですが、一方で電車の奥行き込みとかに基本的には池上線の雪ヶ谷大塚駅から入出庫する運用がため、まあ、やっぱり池上線の連絡先必要って感じでしょうか。多分従来通り一部の運用は雪ヶ谷大塚駅始発って感じで残る可能性もありますね。あ、そういえばこの路線ってね、確か国の交通政策審議会で昔なんか結構すべきっていう風になんかすごい前向きな行政の声が聞こえた記憶があるんだよな。まあ、最近はなんだかと言って羽田空港のアクセスとかそういうこともあるため、空港のアクセス強化も兼ねて多分評価が高いのかなっていう風に感じますが、コロナになって今現在ちょっとその影響どれぐらいかかっていくのか結構気になるところですね。ただ後で紹介しますが、結局のところなんか作りそうな感じなんで、アフターコーナー意外と明るいのかもしれませんね。まあ、確かにそのところ気になるぞ。ただこの路線は結構線路幅で大きな問題抱えています。あ、これ結構やばいやつよな。東急は狭軌だけれどもね、京急は標準軌で線路幅が違うんだぞ。こんな感じで線路幅が違う路線を乗り入れするってことは基本的に今現在はほぼ例がありませんね。一応新幹線と在来線が平行数線区で線路を3本敷くっていうちょっと特殊な方法もあるんですが、もしもこの改造しようと思ったら結構既存の路線の営業運転にも一時的支障が出そうで大変そうですよね。一応ミニ新幹線とかでやったけれども、まあ、やっぱり大変そうだよな。実際こういう風にやった際に結構工事は大掛かりだし、お金も結構かかりそうだよね。あ、でもはじめちゃん、フリーゲージトレインがあるぞ。あ、確かにフリーゲージトレインはありですね。ただフリーゲージトレインも今現在実を言うと、営業用の車両は確かなく、残念ながら試験中って感じですね。一応新幹線とかになんか在来線直通も変えて、フリーゲージトレインを開発してって話は聞きますが、まあ、正直言ってこれを通勤列車に応用できるのか、そもそも、その技術自体が使えるのかっていう疑問はあります。確かにね、車両の線路幅を変えるっていう機構は結構ややこしそうだし、なんか結構メンテナンスとかをする際にも大変そう。実際台枠とかって確か、もともとは線路幅に合わせて作る感じで固定すること絶対だけれども、ここが動くってなると結構、これまでの設計ではちょっとめんどくさいポイントも多そうだよね。あと運用面でも、多分東急蒲田から京急蒲田間は従来の蒲川線の延長線として運行しそうだから、京急蒲田駅まではまだしも、そっから先直通する場合多分線路幅は切り替わるから、ここで多分フリーゲージトレイン必須で、運用を組む際になんかフリーゲージトレインしか入れない運用とかできちゃって、ダイヤを組む際結構大きな障害になりそうかなっていう風に感じます。確かにこういう問題もありそうだよね。
あとこの線って確か東急線と直通もするんですよね。東急の玉川線で契約、実は東横線も直通します。え、これ大丈夫やな。一応どうやら計画では副都心線とかまで入って空港に行くそうですね。え、これ大丈夫なの。京急、京急って確か羽田空港駅の有効長は84編成括弧18メートル車の余裕しかなかった記憶があるぞ。一応クレイビー羽田空港駅をちょっと見た感じですが、羽田空港駅の終端付近に若干だけれどもスペースがありました。場合によってはこれを使って一応84編成8本分は止まりそうです。また羽田空港駅から奥にどうやら引き上げ線も作るそうなんで、しかもこの引き上げ線がどうやら200メートルほどあるそうです。もしかしたら14編成20メートル車が入ってくることも想定してるかもしれません。京急にとってみたら18メートル車体12往復分とも言えますが、まあ一応確かにこんな感じ車体長の長さの問題もあるように。というかホームドアってどうするんだろう。ホームドア今現在3つドアもしくは2つドアっていう感じの構成だけれども、4つドアってできんのかな。なんかドアピッチ的にきつそうだけど、どうなんだろうに、ね、地味にここも問題点だします。まあこんな感じで結構問題点づくめっていう感じですが、大田区実は割と真面目にこの路線を作ろうとしています。次はこのことについて紹介しましょう。あ、ここからが本編だ。なんとびっくり、大田区が第3セクターを作って、なんとこの第3セクターを整備車として鎌鎌線を作ろうと機能させることが判明しました。え、3セク作っちゃうの。まあ確かになんか結構整備車としては結構建設費もありそうだしね。3セクもありかもしれないけど、これはもしかしていわゆる最近流行りの上下分離方式で作るのかな。一応そういう風に書いてますね。上下分離方式を想定してるそうで、多分インフラ側を第三セクターで作って、それを貸し出す形でとりあえず建設費を償還していくって感じでしょうか。最近の鉄道の建設で結構この手の手法は使われるように。まあ今回は結構作るとしたらトンネルとかも大変でしょうし、まあしょうがないですね。なお現段階では資金の積み立てをしています。なんか最近は毎年10億円ぐらいこのカマカマ線のために積み立ててますね。でも10億で正直なんか作りにくさは感じもするけどに、現代ではトンネルを掘る際に鉄道の場合確か1キロなんか500億円とかそんぐらいするらしいしね、都内だと。まあ結構大変そうだなっていう風にクレイビー思うぞ。確かにこの線一体どういう風にして実現していくのか結構気になりますね。実は今回整備区間として図により明記されてるんですが、なんとこの図を見た感じ矢口の渡しから京急蒲田間しか図には書いてませんでした。あれ、これって京急蒲田から大鳥居付近まで線路作るんじゃなかったの。あれ、なんか今回の最新の事業概要見た感じ、なんか蒲田か京急蒲田間の延伸を結構すごい強く強調しましたね。どうやら800メートルの分断っていう風に書いていて、同じ蒲田駅なのに結構離れてるのはなんか良くないっていう風に大田区も認識してそうで、ここを繋げる線路としても作る意味があるそうです。まあ確かに一応京急蒲田と蒲田っていう風に名前変わってるけど、まあそれでもやっぱり結構離れてるよね。一応徒歩10分なんで人によってはそんなになくないっていう風にも感じそうですが、まあそれでもやっぱり作った方が便利かなっていう風には思っているそうで、もしかしたらですが、この京急蒲田駅までの先行開業を目指すんじゃないかっていう風にも考えます。確かに京急蒲田駅だったら延伸するのもできそうだね。さっき言ってきたようなフリーゲージトレイン問題とかもなさそうだし、線路幅の問題もないからね。一応京急蒲田駅の直下にトンネルを掘るっていう感じだから、まあ駅のアクセスもそんなに悪くないかな。ちなみに京急蒲田駅はちょっと図を見た感じですが、東急の新しく作られる地下鉄線に対して直結するエスカレーターができるそうです。なんか見た感じエスカレーターが直結するそうなんで、旅行する際にスーツケースを持っていても結構移動がしやすいんじゃないかなっていう風に感じました。どうやらあの京急蒲田駅の要塞構造として有名なあの駅とエスカレーターで簡単に直結するそうなんで、乗り換え結構しやすそうですね。まあとはいえ本来はやっぱり直通っていう感じで走るのが一番効果が高すぎるけどね。まあそれでもちょっと車両客的に違いが多すぎるから、まあこういう風に乗り換えするのも無難かもしれないよね。一応少なくとも今現在の差と羽田空港まで一体どうやって行くのかとか、そういうことは抜きにして京急蒲田まででもなんか伸ばそうと大田区が踏
奮闘している様子が伺いましたね。まあもちろんまだわかんないところはありますが、やっぱりわざわざ第三セクターまで作ってまでしてやってる感じなんで、本気でやろうとしてるかなっていう風に感じました。確かに結構こんな風に、路線を伸ばそうとしてるのは結構珍しいよなー。やっぱり京急蒲田と東急蒲田を繋げって思いが強いんだろうね。クリーミー結構びっくりだぞ。もしかしたらこの蒲川線、フリーゲージトレイン問題が起きにくい京急蒲田まで先行開業っていう可能性が出ました。一体今後この蒲川線はどうやっていくのか結構気になるなっていう風に感じましたね。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをするとぜひクリーミーってタグを書いてくれると嬉しいです。初めてってタグを書いてくれるとクリーミー嬉しいぞ。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、私と一緒に知ってみましょう。普段は私一人で電車ごと紹介しますが、今日はちょっとクリーミーが遊びに来ましたね。なんか面白そうな話がね、あるってはじめちゃんから聞いたから来ちゃったぞ。これからもね、もしかしたら、クリーミーが遊びに来るかもしれないぞ。ぜひクリーミーのこともよろしくなんだよなー。というわけで今回はこれで終わりましょう。バイバーイ。やんない。